いつまで経っても何十年先もずっと綺麗でいたいの。夜空一面に輝く星のように。は15時半を回りました。 C-WAVE 第4週木曜日ナチュラルクッキング MC はナチュラルキッチンのビューティフードインストラクターしほがお送りいたします。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。千住アットマーク cwave.jp までメールしてください。さてこの番組はナチュラビューティーキッチンが送る50分のヘルス&ビューティ料理情報番組ナチュラビュクッキングでございます。大切な人、家族の健康、あなたの美容に、食べて満足なのにダイエットや美容にもグッド、そんな料理をご自宅で簡単に作れたら、美味しいのかな、高くならないかな、何から始める、家族で食べられるかな、もっとナチュラルを身近にいつも日常に取り入れられるようなレシピや情報を発信、いつものおうちご飯やおつまみ、お菓子などを安心安全なものを使用し、卵、バター、乳製品、白砂糖、化学調味料、植物性食品不使用でナチュラビュならではのクッキングタイム、時には火を使わなかったりお子様と一緒に楽しめるレシピやヘルス&ビューティー料理情報を発信いたします。ということでですね、こんにちは。今日は暖かいですね。一汁三菜プラスデザートで回しているナチュラルクッキングなんですけれども、すでに4クール目を迎えております。前回はね、10でしたね。味噌玉を作ったんですけれども、本日は4クール目一汁三菜の三菜に戻りたいと思います。で、まあ、メイン料理ですね、大豆ミートを使ったようなものとか植物性タンパク質を使ったようなもののメイン料理を今日作る日なんですが、実は防災クッキングですね、前回のパッククッキング、ポリ袋を使ったようなクッキング、とても ご好評をいただいております。はい、なので本日もね、山菜の部分をポリ袋で作ってみようかなと思います。はい、ではですね、まずお決まりの部分をね復習したいと思いますので、次の写真をお願いします。内からの美しさを最大限に引き出すビューティーフード、卵、バター、乳製品、白砂糖、化学調味料、動物性食品などは不使用ということでですね、ビューティーフードでは植物性をベースとしています。内側からの美しさを最大限に引き出すということで、美しさっていうのはね、外見だけではないと思うんです。内側から溢れるような生命力とか、そういったものがね、人の顔や体に現れたりします。女性らしさを引き出すためにあえて植物性をメインとさせていただいております。じゃあ次の写真もお願いします。はい、ビューティーフード基本のメニュー構成です。これ毎回やってます、復習です。基本の一汁三菜でメニューが構成されています。こちら一汁三菜、じゃあどんな中身かっていうと、まずご飯、こちらね、玄米ですね。ちなみに一物全体という言葉があるように玄米を基本としています。汁物、お味噌汁とかね、お吸い物とかね。惣菜3品、この惣菜3品にも種類がありまして、まず今日作ろうとしている主菜のもの、植物性タンパク質をうまく利用したもの、その後副菜、サラダとあります。副菜っていうのは、そうですね、まあ火を通したもの、サラダがね、その後に出てるので、サラダって火を通さないですよね。なので主菜、副菜、サラダ、主菜には大豆ミートなど驚きのメニューを入れます。副菜やサラダはお野菜が中心なんですけど、火を通したものと火を通してないものに分けてみたいと思います。でポイントはですね、旬の野菜を使ったお惣菜、もしくは地域のお野菜とかね、旬の野菜を使ったサラダ、火を通す通さないで惣菜サラダと分かれています。大豆製品などを使った惣菜、大豆ミートなど驚きのあるもどきメニューの代表として、
ボリュームがね、あるようなメインディッシュに変わっていきます。あと、ちなみに大事なことです。味噌、醤油、塩麹などの発酵調味料の活用をすること。デザート、砂糖、動物性不使用となっています。はい、こちらがね、ビューティーフード基本のメニュー構成となっています。ではですね、今日のレシピ早速いってみましょう。じゃあ次のお写真もお願いします。じゃ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 ーん。防災レシピシリーズ、ジャンルパッククッキング、パックで肉じゃが風ということでですね、今日はとっても簡単にポリ袋でですね、湯煎調理で肉じゃがを作ってみたいと思います。はい。材料名です。じゃがいも4分の1。まぁ、ちょっとね、大雑把に書いてますけど、25g。人参4分の1。だいたいね、同じ大きさで同じ量ぐらい。4分の1。玉ねぎ4分の1。こちらくし切りにしましょう。クイックソイ2分の1。75g。クイックソイっていうのはですね、ソイっていうぐらいなんで大豆です。以前皆さん大豆ミートね、こちらの番組でも使用したかと思うんですけれども、あれって、洗って、戻したじゃないですか。ね、あれね、洗わないとダメなんです。しかもちょっと臭いのね。あの臭さを取らないと料理が美味しくならない。なんですけれども、クイックソイっていうのは、湯戻し不要、そのまんま使える。っていうことは、お水を汚さない。楽、時短。ということで、いざといった時の保存食としても使えると考えています。あと、めんつゆです。めんつゆ、かっこ昆布、椎茸。まあ、これね、手作りね。昆布戻して、椎茸戻して、ちょっとね、お醤油とみりんで煮詰めるような感じのめんつゆ小さじ2ご用意してます。じゃあ、右ちょっと見てみましょう。野菜は小さめの乱切り。玉ねぎは薄切りにする。ポリ袋に野菜とめんつゆ、水を入れる。空気を抜いて袋の上を縛る。沸騰した鍋に入れて弱めの中火で20分間加熱する。タオルやザルがあれば引いて上にポリ袋を置くと破れにくいとされています。具材は小さめに切りましょう。ここで大事なのはですね、ポリ袋、計量スプーン、ナイフもしくはキッチンバサミ、鍋、コンロ、タオルやザル、ピーラー、菜箸、トング、計量カップ。これだけ揃ってればバッチリでしょう。ということで、早速ね、レシピに行ってみたいと思います。じゃあ、ちょっとお写真あげていただきまして。じゃ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 ーん。今日はね、あえて切ってますよ。切ってますよ。4分の1ね。玉ねぎ4分の1、薄切りしまーす。薄切り、薄切り。4分の1。1人分だからね、少量でいいです。人参も4分の1なんだけど、これちょっと細いやつなんで、2分の1使います。火が通りやすいようにちっちゃく切りたいです。乱切り。まあ、じゃがいもと人参は特に大きさ合わせた方がいいですね。こんぐらいちっちゃいのにしまーす。はーい。じゃがいもも4分の1。ちょっと少ないかしら。こんな感じなんですけど、ちょっと少ない。ちっちゃいじゃがいもなんでもうちょっと入れようかな。入れちゃおうかな。いらないかな？結構あるな。はい。ということでですね、今さ、皆さんに量を見てもらいたいんですけどね。必要なもの。じゃあちょっとアップ入りましょうかね。ポリ袋です。大事大事。これすごく大事。これ、厚さ 0.01ミリ、スタンダードタイプってあります。実は加熱するときには、もうちょっとね、0.01ミリ以上。のものを使用したいんですけれども、実は今日ザルをご用意してます。ザルとかなければフェイスタオルとか。そういったものあるときは、まあ、これでも大丈夫です。破れやすくなっちゃうんですね。薄くて。で、直接、加熱しちゃうと。
なんでこういうね、ワンクッションになるようなものを置きます。じゃこれをですね、まあ今日はですね、まあ、こう使うんだけれども、ちょっと分かりやすいようにトレイを引きます。じゃあ今切ったね、玉ねぎ4分の1入れていきます。人参半分、細かったんで半分ですね、こちらも入れていきます。はい。で、じゃがいも？じゃがいもが4分の1入れてきます。こんな感じです。こんな感じですね。はい、そこに必要なもの、さっき見慣れない名前が出ました。クイックソイ。こちらですね、湯戻し不要の大豆ミートになっています。こちらを 75g であったんで、これがね、何 g かな、150g なんで、ちょうど2分の1ぐらいですね。入れます。湯戻し不要のクイックソイ。フレークタイプ、バラ肉タイプやミンチタイプもあります。でこちらをですね、開けて、半分入れます。こんな感じ。ちょっと今ね固まっちゃってますけど、フレークタイプです。ほつれます。これに何を使うのかって言いましたら、なんとめんつゆだけです。小さじ2、小さじ2だとちょっと薄かったら小さじ3とかの方がいいんですけど、まあ、めんつゆね、私今日作っちゃってますけど、ストックしておくと調味料が増えなくて済むのですごく便利だと思います。めんつゆ1本で賄えちゃったりとかしますので、この中にめんつゆを、小さじ2、まあ、小さじ3入れていきたいと思います。結構味薄めに仕上がるのでお好みなんですけど、じゃあ私は今日小さじ3にしようかな。ということで、あー大変、スプーンはどこっていうことをねやったりとかするんですけど、はい、ではね、こちらの中に小さじ3入れたいと思います。1、2、3入れました。そしてお水ですね。あら、これちょっとお水見づらいね。 30ml でありますので、30ml ちょろっと入れます。はい、ここからです、ポイント。この中にねポリ袋混ぜました。ちょっとフレークほぐしながらもみもみしていきます。ほぐしながらもみもみ、全体に味が回るようにもみもみ。はい、ここからですね。前回蒸しケーキでやった時とポイント一緒です。まず下の口を縛るね。そこから空気を押し出して、こんな感じかな。一番上で結ぶ。ちょっとつけちゃう。空気を押し出して一番上で結ぶ。そしたら加熱してあるこちらのお鍋のお水、そしてザルの上にちょっとね平らにして湯煎入ります。でここがね燃えやすいです。今日の IH 使ってますけど、実際ねガスコンロとか使うと燃えやすいので、ここの先端はちょっとなんだろう、立ててあげたりとか内側にかけてあげたりとか、この辺に引っ掛けたりとかして燃えないように注意します。ちょっと平らにして、こっから10分。そして裏返して10分。だいたい10分、10分、20分ですね。で、蒸らす時間があったりとかするんですけど、ちょっと10分測ります。はい。
これでね準備 OK なんですよ。あとほっとくだけなんですよ。魔法の調理ですよね。ちょっとねこれについて説明したいと思います。画面はそのままで大丈夫です。そのまま使える大豆ミート、クイックソイ、フレークタイプ、国産大豆 100% は、洋、中、何にでも使えるプレーンタイプです。100% ビーガン。原料は国産大豆のみ。すぐ使える、湯戻し不要。圧搾絞りで低脂質、高タンパク、グルテンフリー。もうね、なんかいいワードがすごい並んでるんです。はい、ちょっと裏見ます。クイックソイはお肉のような食感で和風、洋風、中華などいろいろなお料理にそのまんまご利用いただけます。遺伝子組み換え、原料は一切使用していません。ということでですね、原材料名見ると搾油大豆、国産、遺伝子組み換えでない、とてもシンプルな内容です。賞味期限2019年5月17日ああもうちょっと。でも実はねこれ1年ぐらい前に買ってあるやつなので、ローリングストックに最適です。保存しながら使い回す方法なんですけれども、あ、もうそろそろ期限切れるわってなったら、まあ、使い切っちゃう。ご家庭で使っちゃうとかね。ストックしながら日常でも使えるようにしていくっていうのが基本です。ローリングストックのね。こんな感じで。まあ、このね、大豆ミートの、洗うのがめんどくさかったりとかするので、これ使っちゃえばすごく楽ちんかなって思います。こちらはね、湯戻し不要のタイプなんで、もう本当にレトルトと一緒です。そのまますぐ使えるような形になってます。はい。そんなこんなな感じでね、もうね、このポリ袋クッキングとてもね、人気なんですよ。人気だし、すごく簡単だし。何より、普段から時短調理として使えるっていうのとか、あとお水を汚さないですよね。湯煎調理なんで。あとは同時調理できる。今、肉じゃが風作ってますけど、こっちで蒸しケーキやってもいいし、お鍋が大きければね、複数調理が同時にできます。で、お水はね、蒸発してもちろん水分なくなっちゃうんですけど、多少汚れてる水でもいいわけよ。ポリ袋に入れてるわけだから。っていうのもすごくいいし、こう蒸発しちゃうのを防ぐにはアルミホイルで蓋をしてあげるのが一番です。まあ、とりあえず今わかりやすいようにね、やってますけど、まあ、湯煎調理でお水を汚さない。で、洗い物もね、出にくいですね。で、温かいものも食べれるし、時短調理にもなる。すごく簡単。あ、コツさえ覚えちゃえば、いろいろね、応用が広がると思います。はい。ではではでは。ではですね。じゃあ、やってる間にですね、ちょっと次のお写真をお願いします。はい、日常を取り入れたい食材やりましょう。これ毎回お決まりです。玄米主食、主食 40% から 60% 玄米全粒穀物、旬の野菜、玄米のね主食の部分ですね。なんで玄米かっていうのはさっきポロって言いましたけど、一物全体、一つのものを丸ごと食べれる、そういったところから来ています。あと全粒穀物っていうぐらいなんで、まあ、例えばね、玄米がちょっと難しくても、例えば、なんだろう、5穀米入れるとか、16穀米入れるとか、なんか穀物をね、混ぜてあげるといいですね。一つのもの丸ごと食べれるようなもの。麦とかね、皮とか冷えとか。はい。旬の野菜、25% から 30%。生、火を入れる。季節や体調に合わせた様々な調理法でいただきましょう。休憩野菜、葉野菜、根菜と支払います。休憩野菜っていうのは丸くて甘いお野菜ですね。かぼちゃとかでもいいですし、そういったものを指してます。葉野菜、青っぽいね、ちょうどまあ今の時期とか出始めてますけど、青っぽい広がるようなお野菜ですね。根菜、これは秋とか冬に多い硬くね詰まったようなレンコンとか人参とか、そういったお野菜のことを指します。豆類、大豆製品、タンパク源として上手に取り入れたいですね。植物性タンパク質としてメインとして活躍します。豆にもいろんな種類があります。大豆、レンズ豆、ひよこ豆等、あとはね、大豆製品、大豆を加工したようなものとか、まあ加工ってでも天然加工だったりしますけれども、
あと毎日取り入れたい食材、これ忘れがちです。海藻、まあ、だし汁にとってたり、お味噌汁の具に入ってたり、もしくは海苔巻きになってたりするかもしれません。なんで海藻を取らなきゃいけないかっていうと、ここちょっとね抜けがちなんですけど、カルシウム、血液の浄化にいいとされています。昆布、ひじき、わかめ、あらめ等、そういうのね積極的に取り入れていただきたいですね。では発酵食品、これはね調味料を使ってれば大体ね、お気づきの点もあると思うんですけど、味噌、醤油などの発酵調味料、消化を促進するような甘酒、塩麹、納豆、ぬか漬け等、こういった発酵食品も上手に使っていきましょう。はい、ということでですね、今ちょっとグツグツ言ってます。はい、じゃあですね、今日はですね、実はお手当てやらないんです。なぜかというと、ちょっとご報告がねあるので、やっていきたいなと思うんですけど、ちょっとそうですね、今画面見せてもらってるんで様子を見たいと思います。暑いのでまだ10分経ってないんですけど、必ずトングがあると便利ですね。こんな感じでちょっとね火が通りやすいように、たまに平べったくしてあげたりします。これはねどれやるときも一緒ですね。で、空気をちゃんと抜かないと、こっから空気が膨らんできます。そうするとね、その圧縮の力で火を通したりとかするので、もったいないです。しっかり空気は結んでください。抜いてね、結んでくださいね。こんな感じで、まだまだもうちょっと味濃くてもよかったかなって感じしますね。はい、これをね、後でまた10分経ったらひっくり返す作業があります。はい、ではですね、早速じゃあちょっと次のお写真出していただきまして、今日はね、お手当てやらないので、これ湯煎調理してる間に私がしゃべくり倒したいと思うんですけれども、実はベジモアサンクス農園オープンしてます。6丁、メディス足立さん、大きな老人ホームの屋上です。こちらですね、暖かくなってきまして、去年の11月から始めました。寒くて寒くて寒くてね、種まいても苗植えても枯れちゃってね、大変だったんですけど、実はですね、ベジマーサンクス農園3月31日に一般復活しまして、メンバーだけでやってたものを一般の方にも手伝っていただきました。そしたらね、もう暖かくなってきたから、やっぱ生命力ってすごい、本当にすごいと思う。まずね、皆さんから見てお写真左側かな、左側こちらね、初めてなりました、そら豆の、間違えた、スナップエンドウだ、スナップエンドウの実がしっかりなりました。先週行った時は実がなってるって喜んでたんですよ。でもまだ薄っぺらかったんですね。1週間経ったら実がふっくらして、なんつうかな、ちょっと太っちゃってて、すごく美味しそうに仕上がりました。そのね、次の隣の写真にあるのがスナップエンドウの、これお漬物かなんかなのかな、サラダ和えみたいなね、実がぷっくりして美味しかったみたいです。生でもね美味しかったっていう風に言ってました。そしてね、3番目ですね、そちらのお写真はなんていうの、これがね、そら豆って言ってました。そら豆がこれから膨らんでくよっていうような段階の状態です。7月だからね、そら豆ね、もうそろそろ時間くださいって感じなんですかね。はい、一番端です。まあ、間引きっていうらしいんですけど、してみました。人参埋めてもらったりとかして、最初全然ダメだったんですけど、なんだろう、人参もなんか芽が出たり出なかったり、葉っぱが出たと思ったらその後生えてこなかったりって感じだったんですけど、綺麗に葉っぱが茂ってて、ちょっとね、じゃあせっかくなんで移そうかなと思って、鉢の中、プランターの中だけだったらね、人参なんてこう下にね根っこが生えていくわけだから大きく育てられないので、ちょっと言ってみて移動した感じです。そしたらですね、なんと根っこの部分がちゃんと人参になってました。ちっちゃいね。でもね、移した時はなってなかったんですよ。1週間ぐらい経って移そうかなって、間引きをしようかなと思って移そうとした時に、人参の形が、色ができていたっていうことで、なんか人参が顔を出したような感じになってました。とてもね、幸せを感じるような瞬間でしたね。
この日はね、15名ぐらいではあったんですけれども、まあ、近所の方も来ていただいたりとかして、あー時間です。そしたらですね、一回ちょっと写真上げていただきまして、ごめんなさい、ちょうど10分経ったのでひっくり返したいと思います。はい、さっきのこの状態です。空気はね、まあ、そんなに言うほど入ってないですね。で、さっきちょっと平べったくしました。この状態熱いので必ずトングだったりとかをうまく使うんですけど、この状態でひっくり返します。ひっくり返してまたちょっと平べったくして、で、上を気をつける、上を気をつける。これでまた10分測っていきます。蒸しケーキも同様でしたね。10分経ったら裏返して平返して、また10分、そして最後の10分蒸らしてあげる、味をなじましてあげる、そんな時間帯になります。はい、じゃあまたお写真戻っていただいて、さっきのね、次の写真、お花やお野菜っていう部分に移りましょうかね。はい、皆さんから見て左側のこのお花、11月に植えたやつなんですけど、最初超ちっちゃくて、まあ、苗だったんですけど、しかも一回死んじゃったんです。なんか寒すぎて死んじゃって枯れちゃって、わーとかなんとか言いながら、どうしようと思って、初めて、なんだろう、なんつったんだっけ、忘れちゃった、なんだっけ、どう忘れちゃいました、お布団、お花のお布団、植物のお布団、マルチだ、マルチをつけてあげました。そしたらね、なんか来週、その先週かな、翌週に少し枯れてたお花が元気になってたのを気づいたんです。ただ今めっちゃ、この写真でわかるようにね、モリモリしてて2倍 ?3 倍ぐらいになりました。この真っ白のお花、なんか一回死んじゃったお花ね、なんかやっぱ生命ってすごいなぁと思いましたね。なんかちゃんとやった分応えてくれるのも感じたし、ただ私たちもね、やっぱ毎日行けるわけではないんで、あとやっぱ花壇っていうことでコンクリートだったりとかで、こう水分を吸われやすかったりとか、なんかすごくでも究極なお手入れが必要なのかなと思っていたんですけど、よく皆さんもね、本当にお手伝いいただいて、ご協力いただいて、ここまでね、おいおいと茂ってきました。みんなのね、好きな花とかね、種とかね、埋めていきたいですよね。そう思ってます。で、こちら右ですね。これは、あれ、人参かな?なんか、カモミールとか、ローズマリーとかもなってたんですけど、あ、これ、ローズマリーだね。間違えた。カモミールだ、カモミール。カモミールティーがもう飲めるよ。これは、あれか、目から生えました。やっぱね、ハーブは比較的やりやすいといえばやりやすいのかもしれないんですけど、すごくしっかり育ってしっかり飲めるって感じの状態になりました。命を吹き込んだね、お花やお野菜。すごい、いいと思います。はい。じゃちょっと次のお写真もお願いします。これ全員じゃないんですけどね。はい、楽しそうにね、次のお写真ではみんなが写ってます。そうですね、ジョガールサッカークラブの山野くんもいるし、あるね、高校生も何人かいて、ボランティアさんですね、ベジモアの。もう素敵なギャルズたちがいっぱいいます。私だったり、あと野菜のお兄さんことお犬間さんだったり、まあ、みんないてね、あと、まあ、ベジモアのイベントや講座によく来てくださる方とか、いろいろご指導いただいてる方とか、朝トレ朝ごはんでお世話になってるね、料理長、農園長だったりとか、います。これにね、お子さんとか、一般の方もいらっしゃったりとかして、結構ワイワイできた感じだったんですけど、とてもね、青空の上で楽しく過ごせました。でも、やっぱ参加していただいた方に聞くと、すごく大変だったみたいですね。思ってたより、労作業だったっていうふうに言ってました。この上のお写真ね、すごいみんな笑顔でいいなと思います。左下の写真はね、こうああでもない、こうでもないって話してる感じね。みんな結構真剣ね。ここにはちっちゃい子もいますね。あとはね、この、まあ、下の写真なんですけど、まあ、おにぎりだったり、鮭フライだったり、お昼ご飯のお弁当に合うようなもの、途中で休憩挟んで食べます。
まあ、あの体を動かした後にね、みんなでああだこうだ言いながら食べたり飲んだりするんですけど、それがまた楽しかったり、なんか近くにね自然があったりとかするっていう、そういう風景がとても素敵だなと思って、 お天気にも恵まれてましたし、うん、本当に素敵です。実はですね、5月2日10時から開催します。この日なんと大規模になりそうで、メディス足立さんの住居者様ですとか、地域の方ですとか、ジョガールサッカークラブの生徒さんですとか、もともとねベジマのメンバーですとか、50人ぐらいになっちゃうのかなって感じで、実はねこの屋上めちゃめちゃ広いんですよ。この奥も奥もいっぱいあって、今年1年で耕せるかなって思ってたんですけど、なんかいけちゃうんじゃないのと思ってます。2日はね、男でが結構あるので、その日にねちょっと、ね、できないところはやってもらっちゃおうかななんて思ってるんですけど、この日は10時から3時間1時まで、農園イベントをやりまして、1時以降は、防災バーベキュー体験会ということで、別途お金かかるんですけど、ベジバーベキューをやっていきたいと思います。あと今日作ってるようなね、あのレシピのものとかも実際体験してみる、講座ではないので2000円ぐらいで体験できます。あと旬のお野菜など食べれますので、ぜひ皆さん楽しみにしてみてください。10時からね、13時までが農園イベント、15時ぐらいまでかなは体験バーベキュー大会、青空の下でみんなワイワイゴールデンウィークを楽しみましょうということです。結構ね楽しいのよ、うん、感じなんで、ベジモア農園コミュニティぜひよろしくお願いします。サンクス農園で、Facebook ページございます。じゃあね、そろそろね、もうちょっと湯煎調理、あともうちょっとなんで、じゃあ次の写真お願いします。じゃあここでね、いつもやる部分です。ビューティーフードの食材の特徴に行きたいと思います。まずビューティーフードの食材の特徴、 大事なことです。未精製であること、こちら精白されてないとか、そういったものですね、加工されてないとか、もっと一番自然なもの、ナチュラルなものを指します。植物性、植物か動物かで分かると思います。ビューティーフードでは植物性のものを取っています。白砂糖、白砂糖ですね、まあ化学的なものは取らないということで、甘いものを取らないわけではありません。白砂糖とかね、これも精白されているようなものなんですけど、取らないようにします。きび糖とか甜菜糖とかメープルシロップとか、そういったものを積極的に取るようにしています。なるべく自然のまんまに近いもの、こちらはね、もちろんさっき話したような未精製とちょっと似ていて、なんかまあ買うものとか口に入れるものとか私って選べるじゃないですか。なのでなるべくだったらね、自然のまんまに近いものを選ぼうよっていうような内容ですね。あの否定とかは全然ないんですけど、選び方でどうするって言った時に、もし選び方を考えるようであれば、もっと自然なものを選んでいこうとか、もっとナチュラルなものを選んでいこうとか、そういう風になっていくと思います。伝統的に日本人が食べてきたもの、こちらですね、味噌とか醤油とか発酵食品とか、じっくりゆっくり丁寧に人の手でお時間かけて大事に作られたもの、そういったもの、伝統的に日本人が食べてきたもの、生産者様の思いを大事にするとか、いつどこで誰がどうやってこれを作ったんだろうとか、そういった素朴な疑問を持つことがとても大事になってきます。はい、その次、生産者様に大事に育てられたもの、そうですね、ここすごく大事ですね。まあ、生産者様がね、どういう工夫をしてきたのかなとか、どうやって守ってきたのかなとか、どういう思いなのかなとか、そういうね、ことを知ることもすごく大事になってきます。腸に負担が少なく、働きを助けてくれるもの。まあ、腸に負担が少なくってことは、まあ、グルテンフリーだったりとか、あとはね、腸に負担が少なく、グルテンフリーにして働きを助けてくれるもの、例えば発酵食品をちょっとチョイスしようよとか、あとは小麦やめて玄米にしてちょっとお腹デトックスしようよとか、まあ、そういった部分のことを指しています。はい、未精製であること、植物性であること、白砂糖を含まないこと、なるべく自然のまんまに近いもの、伝統的に日本人が食べてきたもの、生産者様に大事に育てられたもの、
腸に負担が少なく働きを助けてくれるもの、ビューティーフードの食材の特徴となっています。皆さん十分に気をつけてください。ちょっとね、意識してみると食べるものが変わってくると思います。口に入れるものも買うものも食べるのも選ぶのは自分です。その辺十分注意してみてください。ではプルルルとなりますね。今ちょうど、はーい、ということで今30分計りました。ちょっと火を弱めます。はい、じゃあこちらに戻していただいて、じゃあちょっと見てみましょう。お写真入ります。おー、わかります、煮えてるの。これね、大きさとかにもよるから煮えが足りないなーと思ったら、まああとね、ちょっとプラスしてあげたり、じゃがいもとかその人参とかね、硬いの触ってあげるとわかるんですけど、まあ硬いのでね、このトングとか使ってね、柔らかさ確かめてくださいね。まあだいたい10分10分で微調整するような感じになります。でこれもね、ちょっとほら、味がなんつうのかな、湯煎調理だから薄いかなと思ったらこの時点で足して味を調整してあげてもいいですし、まあ直接なんか染み込むっていうよりも、なんかこう味がうっすらつくような感じになるので、なんだろう、染み込ませるんだったらもうちょっと濃くないとダメかもしれないですね。でも十分に煮えてる感じです。はーい、すごいね、すごいよねっていつも感動しちゃうんですけど、はい、こちらですね、うまくトングを使ってひっくり返したり様子を見てみたりしてみてください。味が足りなかったらここで追加をしますが、まあ一応今日はね、完成ということで、こちらをちょっと広げていきたいと思います。ではではでは、はい、ではね、こちらなんですけれども、はい、わざとトレイを用意してます。モサイクッキングなんでね、実はポリ袋でも食べる体なんですよね。その時にね、お皿がないかもしれない、計量カップがないかもしれない、何々がないかもしれないっていうのも事前に想定に入れておきましょう。最低限のもので手を汚さずに作れるように、このポリ袋を最大限活用していきたいと思います。こんな感じでね、トレーに乗せて開いちゃう。あちちちち、あ、結構煮えてる煮えてる、見えますか。これで肉じゃがの完成です。ちょっと味が薄そうね、でもしっかり煮えてます。はい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 、こんな感じなんですよ。簡単じゃないですか。ちょっとね、煮え具合見てみたいかな。ちょっとこれ割り箸なんですけれども、てってれー、はい、これはじゃがいもさんです。刺さります。結構ね、外もほどけてる感じで。人参さんです。人参さんまだ硬いかなあ。全然刺さります。もうちょっと煮えてもいいかもしれないですね。あとはこちら大豆ミートさんです。大豆ミートはなんか味が染みてる感じがする。こちらも、玉ねぎさんです。もっと煮やしてもいいかもしれないですね。お好みですけど。じゃあこちらはですね、これで完成なんですよ、実は。なのでちょっとね、シャメールします。シャメール、シャメールじゃないか、シャメール、これ完成ね。足りない方はここでめんつゆ入れてもらったりとか、味をちょっと調整してもらえな感じになります。はーい、でちょっとね、せっかくなんでね、味見だけしてみようかなーって感じです。じゃちょっとカメラ上げていただきまして、はい、じゃあ今日はパックで肉じゃがを作りました。ポリ袋クッキング、普段は時短調理となります。いただきまーす。これね、今ちょうど斜めにしたらちょっと汁がね、こぼれてきてるような感じなんで、程よい汁もあるってことですね。ちょっと食べてみたいと思います。いただきまーす。
ではお味を。あは、うん、うん、熱い。美味しいっていうか野菜が甘い。ポリ袋だからかな、蒸すようなもんだからかな、すごく野菜が、人参がめちゃめちゃ甘かったです今。うん、もうちょっと濃くていいかも。お刺身にする。量とか野菜の質にもよると思うんですけど、今日はね10分10分で人参ちょい方、じゃがいもちょうどいい、玉ねぎは、玉ねぎちょうどいいね、うん、もっと煮やしたい人もいるかもしれないですけど、で大豆ミートね、大豆ミートは程よく味が染みてる。使うメンチにもよると思うんですけど、お味はねお好みで調整してみてください。これはかなり薄めに作ってます。でもちゃんとね汁もあるからすごいよね、すごいわ、いつも感動しちゃうような感じですね。うん、ちょっと食べちゃう。なんか今日雨降ってましたね、日曜日まで雨とかなんとか、梅雨かしら、まだ早いかしら。これスープがちょっと気になりますよね。ちょっとね味見してみたいと思います。結構ねあの汁ちゃんと出てますね。なんか大豆の味がする。いや美味しいけどもっと濃くていいかな。でも美味しい。なんか野菜の旨味が出てる。やっぱなんかなんでしょうね、このポリ袋でさこう決められた狭い空間で調理するから、なんか旨味みたいなのが出るのかな。なんか蒸し野菜とかが美味しくなるのと同じ感じだと思うんですよ、うまくなって。これね今日肉じゃがっていう体で、じゃがいもと大根と人参でやってます。大根じゃないか、玉ねぎと人参でやってますけど、季節野菜やっていただくと季節野菜のうまみがもっと凝縮されると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はーい、とりあえず今日はごちそうさまでした。はい、じゃあちょっと次のお写真も出していただきたいと思います。はい、みんなのおうち飯、こちらねぶっちゃけあんま人が集まってないですね。ぜひみんな来ないかなってとこなんですけど、一人飯よりもみんなでワイワイ飯、同じ釜のご飯を食べよう、誰でも通える地域のリビングダイニング、じゃ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 ん、こちらはですね5食、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 5食とありまして、9つの5食とさせていただいております。9つの5食を改善しようというのがベジマのコンセプトになりますので、誰でも通える地域のリビングダイニング作りました。ぜひ皆さんね、遊びに来ていただきたいですし、活躍していただきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、これはね、なんだろう、作りたい人も募集です。当番式でいいかなと思っていて、まあ、最初は私しかいないのかもしれないんですけど、私の料理振る舞いたいわとか食べてほしいわとかであれば、当番制にしてその日一日のメニューはねお任せしたいななんて思ってたりとかするので、ぜひ皆さんもご検討してみてください。はい、じゃ次のお写真もお願いします。ありがとうを生む、ありがとうを育む、ありがとうを知る、ありがとうを見つける料理教室、ベジマありがとう料理教室ということで、今サンクスがつくようなね名前のものをいっぱいやってます。サンクス小松菜リバイバル、サンクスリバイバル野菜、サンクスキッチン、サンクス農園、そしてですね5月12日、まだちょっとね詳細明日かな今日かな明日かな
なんですけれども、ジョガールサッカークラブの、桜井くんの、桜井代表のご実家さんが、有名なさらしなというお蕎麦屋さんでございます。固定でですね、5月12日から、桜井さんとコラボで、司法的居酒屋を始めることになりました。毎週日曜日です。6時半から11時までかな。で、その日の、居酒屋気まぐれっていう名前にしようと思っておりまして、農園で採れたお野菜とか、あとは旬のお野菜とか、いい意味の気まぐれで、おかずをね、出したいと思ってます。ただですね、この居酒屋、私も飲みたいということで、厨房に隠れるつもりはございません。ということで、私は真ん中で多分飲んでます。なので、実際、ちょっとフリースタイルな感じで、皆さんには、セルフでね、持っていただいたりとかすると思うんですけど、まあ、お酒だったりとか、ちょっとよりすぐりのものがあったりとか、まあ、時には普通だったりとか、まあ、ただ、ベジマっぽいお野菜もありますし、まあ、おつまみっぽいのも、ベジも、のんべちさんも、ジャンキーさんも、のんべいさんも楽しめるような感じにしていきたいと思います。お一人様でも来れるように設定しております。お酒飲めない方でも定食スタイルで楽しめるようにしていただきたいと思いますので、まあ、私が飲んでる前提で、皆さんお越しいただいて、お手伝いはどうぞよろしくお願いします。ということで、5月12日、毎週日曜日、固定で、サンクス居酒屋もオープンすることになりました。どうぞよろしくお願いします。なんて言ってたら結構いい時間になっちゃいましたね。はい、いろいろ報告させていただいたんですけれども、じゃあお写真上げていただきまして、告知です。第2月曜日ビューティー&ライフ情報番組、5月13日ラビューティーチャンネル8時半生放送となっております。第3月曜日エンタメはビューティー情報番組、15時半生放送、天のうずめチャンネル、ビューティーパワーウーマン、ラビューティーチャンネルの姉妹番組ですね。ちかちゃんがやってる番組です。こちら15時半生放送となっておりまして、女優さんがはたまたお笑いなのか舞踊なのか、いろんなことを繰り広げてくれるエンタメ番組となっております。ぜひ楽しみにしてみてください。で、こちらの番組ですね、第4木曜日ヘルスビューティー情報番組、5月23日ナチュラベクッキング15時半生放送となっておりますので、皆様どうぞね、そちらの方もお願いします。あとはですね、カフェ&ポッソ。ちょうどね、さっきのサラシナさんからも徒歩近いんですけれども、私毎週木曜日に入っています。ランチ担当させていただいておりまして、大体木金のランチは私が作ってるランチですかね。日替わり、今日はですね、今日も行ってきたんですけど、XJAPAN 豚の塩麹ソテーアボカド添えとか、あとは幸せを呼ぶラープっていうのは、ラオスのガパオライスのようなもので、東北のお出汁を使ってるんですけど、ちょっとね、辛めにした、パクチーとか入ったようなライスなんですが、まあそちら定番料理となっていまして、今日明日作っています。大体木曜固定で入っていて、まあ、水曜だったり、金曜日だったり、ちょこちょこ入ってたりとかするんですけど、ぜひ皆さんランチ食べに来てください。今日はですね、日替わり完売でした。ラープは結構多めに作ってたんで、今日混みましたね。はい。なんで今日に、第4木曜日だけは私はちょっとね、早めに帰らせてもらって、ランチ終わった後、ここに今来てるんですけれども、まあいろいろ、なんだろう、進化するカフェ&ダイニングというか、まあ夜はバーなんですけどね、とっても、なんだろう、いろいろ、こだわったりとかしてますし、私もお野菜の方とかもね、出させてもらってるんで、ぜひ皆さんそちらも遊びに来てください。では、しゃべくり倒しましたが、お時間となってまいりました。今日の放送はいかがでしたでしょうか。4クルメに入り、一汁三菜の三菜でした。次回もね、ぜひ楽しみにしていてください。では、次回はですね、第4木曜日5月23日15時半より生放送となります。本日の放送は株式会社キャン、インターネット放送 C-WAVE、 7階ブースからナチュラルキッチンビューティフードインストラクターの高橋志穂がお送りいたしました。ラビューティーチャンネルもぜひ見てください。じゃあ今日もね、ありがとうございました。皆さんごきげんよう。またねー。